おー、いいね。屍が増えた。手加減できなかった。僕らそこまで強くないよ。向こうが襲ってきたのよ。正当防衛だわ。そうだけど。いや、状況はもっと悪い。まだ何か。今度は、かなり大勢だ。おっと、もう一戦来るかもしかして。やべえ。あ、これ無理だ。多すぎる。万事休すね。だから私は反対したのだ。今さらそんなこと言ってどうするの。僕は逃げようと思えば逃げられるけど。おい、マンバル、ふざけんなよ、お前。お前、冗談で言ってんだよな。バカ、私とタイガはどうあがいても飛べないわよ。私は変身中を狙われて終わりだ。ごめん、僕のせいだ。僕が青蛇の反対を押し切ったから。ああ、もうタイガまで。そういうのは良くない、こういう時には。とりあえず今の打開策を考えよう。そう。どうすればいいか、頭使ってよ。そういうクリムは？思いついてたらとっくに言ってるわ。私は狼の形だから許してくれるだろうか。こいつらマジで。お前マンバルといいさ、青蛇といい、お前らなんなん。自分だけ助かろうったってそうはいかないぜ。お前が言うか。うん、だよな。お前にだけは言われたくない。真面目に考えてってば。ごめんみんな。もうタイガ、タイガ、お前は黙ってろ。ん？これは誰だ？味方？何を騒いでいる？あら、ボスか。お前らか。俺の仲間を襲ったのは。何言ってるのよ。襲ってきたのはそっちじゃない。そうだ。必死に抵抗しただけだぞ。見かけない顔だな。ゾッコロの連中じゃないだろう。しかも俺たちの罠にはまったが、部下を3人とも返り討ちにしやがった。ただものじゃない。アリアのよこした連中。そうだな。それはバレてる。図星だな。ということだ。お前たちは任務としてここへ来て、まんまと罠にはまったわけだ。なるほどね。つまりお前らは俺たちと一戦交える覚悟でここへ来たのだ。まあ確かに、ゾッコロの人たちを狼から守るっていう感じで来たからな。まあいずれこうなることはまあ予想はついてた。まあ確かにそう言われるとそうだよな。そうだよな。こっちからなんか、いや襲われたんですみたいな被害者ずらしててもさ、ね、例えばもう釘バット持ってそんなこと言ってたらね、説得力ないしね。これのどこが正当防衛なんだ。言い返せない。論破されちゃったね。卑怯者めが、自ら足を突っ込んでおいてその身が危うくなれば言い逃れとはな。まったく、ハリアらしいな。ハリアのことを知っているよね。なんだろう。あなたたちだって卑怯じゃない。クリム。クリム、クリム、口喧嘩はちょっとみっともないからやめよう。俺たちが卑怯者だと。どこが卑怯なのだ。言ってみろ。
たくさんあるわよ。まず第一に、あなた方はハリアからの食料の配給を受けているわね。え、配給？そうなの？え、じゃあ別に鹿を襲って食べる必要はないってこと？そう、ハリアは各地のさまざまな部族に食料を渡している。あなたたちだってもらっているはずよ。ああ、確かにもらってる。それにはもちろん理由があるわ。部族同士が争うことを避けるためよ。ハリアはその約束のもと、お腹を空かせないように食料を届けてきたわ。あなた方はそれを知っていたからだ。こうしてその約束を破ってゾッコロを襲っているのだ。食料を受け取りながら約束を破るなんて卑怯だと思わないの？ああ、まあ確かになるほどな。まあそれは契約違反ってやつだな。それでちょっと怖いなこの人。まだあるわちょっと見にくいぞ争いが。やめろクリム。あなたたちはそうして群れでいつも行動しているわ。そして少数の弱い者をいたぶって何が楽しいわけ？信じられないわ普通になんか女の口喧嘩みたいなんじゃないクリムちょっと言い過ぎ。せめて正々堂々とやったらどうなのよ。なるほど、よくわかった。お前たちの言う通りだ。そう、わかればいいのよ。へえ、意外に話がわかるんだな。すいません、ちょっとお茶飲みますね。結構あれだな、ボス狼の声がダメージが来るな。俺たちは確かに卑怯だった。約束も破っていた。確かに俺たちは別に食うに困って襲っていたわけではない。では一つ質問だが。何？俺たちにはどうして牙がある？まさか力試しとかそういうちょっとサイコパスな理由じゃねえよな。なぜって、生まれつきあるからあるんじゃ。簡単だ。俺たちの牙や爪はゾッコロの連中のような奴らを引き裂くためだ。それをなぜ我慢しなくてはならない？ああ、なるほど。肉食動物の本能か。いや、でも、どっちかにしようじゃ、もう、自分たちは、もう鹿を襲って生計を立てるんで、ハリアからの食料はいりませんと。そこはちょっとちゃんとね、しといた方がいいと思う。それじゃあお前らをこの場で皆殺しにするのはたやすいが、それだけでは腹の虫が収まらない。アリアに戻って伝えろ、俺たちはもう食料の配給なんて受け取らない。やべえ、怒らせた。お前たちの言うように正々堂々ゾッコロの奴らを襲って、それで腹を満たすことにしよう。あ、ちょっと余計なこと言っちゃったかなそんな今夜だ。今夜決行する。今度のは遊びじゃない。今夜ゾッコロは血で赤く染められる。それも全てお前たちハリアが招いた結果だとな。
そうだな。一応名乗っておこうか。俺の名はバルーだ。せいぜい震えて待つことだ。行くぞ。やばいな、これ。なんか余計なことしちゃった、もしかして。行っちゃった。私、とんでもないことを。あれはクリムに言われたから、というだけではないな。どういうこと？確信犯だ。約束を破った時点で、すでにそういう気になっていたということだ。それでもまずいぜ。僕らが背中を押したことになったみたいだし。ごめんなさい。いや、僕がそもそも、もういい、その話はもういい。私が隊長として決断を下した。私の責任だ。誰かのせいにしたりしないよ。それよりどうするよ。マイと N 部隊、最初にして最大の大失態だぜ。しかも、これからもっと被害が出る。どうすればいいんだろう。これは、ハリアの信用問題にも関わるだろうな。実質、この世界を統治しているハリアが信用を失えば、さらに各地で混乱が生じるだろう。青蛇、こんな時にさらに落ち込むことを。私は落ち込んでいる場合ではないと言いたいだけだ。あの狼たちには明らかにハリアに対しての反発が見られる。そういえばハリアらしいなって。私たちは大事なことを知らないらしい。大事なこと？N 部隊の目的のこと？違う。もっと根本的なことだ。つまり、アリアとは何なのかだ。ああ、そっか、そっか、え、じゃあ知らないんだ、この人たちみんな。あの塔に暮らしてたクリムとかも。ああ、なるほどね、青蛇もそうか。私は任務以外で外に出たりはしないからな。外のことはよく知らない。アリアがどう思われているかなど、気にも止めたことがなかった。そういえばそうだな。私も、外には出たことないし。僕はここへ来るまで、聞いたこともなかったよ。だからこそ、軽率だった。知らなかったわ。ハリアに、反感を持つ人がいるなんて。あれ見て。ん？あ、鹿のゾッコロの人たち。どうも。あなた方を連行します。あれ？今の全部見られてたかな。うわ、なんかボスっぽいのが出てきた。私がこの町の守りを司る英士隊長ヘルドだ。結論から言おう。即刻この町から出て行き、二度と来ないでいただきたい。そんな。汚名返上の機会もないってことね。当然だ。それだけのことをした。君たちが犯した罪に関して多くは語るまい。ただ一つ、ハリアの者に言っておきたいことがある。何でしょうか。私たちが君たちを追い出すのは決して、結果として今夜狼どもが襲ってくるきっかけを作ったからではない。ん？それじゃないの？どういうことだ。君たちは少なくとも私たちの仲間が襲われるところへ駆けつけたまでは問題なかったと思っているだろう。はい。あれ？
ああ、襲われてるのに黙って見過ごせますか？そこが君たちの大きな勘違いなのだ。え？どういうこと？教えてください。何が勘違いなのか。わからぬか。なら教えてやろう。狼どもが私たちの町を襲い始めて、もう30日経つ。そんな前から。その間、私たちの仲間は幾度となく襲われた。初めは少しのいたずらで済んでいたが、徐々にエスカレートし、最近ではついに何人かの死者を出してしまっている。だが、私たち兵士は、この町の外で起こることに対して一度も救援を出したことはない。え、それじゃあ、見殺しに？そうだ。見殺しにしてきた。どういうこと？いや、だって、ここの食料を取るために、わざわざ外に危険を冒してまで行ったってわけでしょ？え、どういうこと？そんな。すべて了承の上だ。ゾッコロの中に、これに逆らう者など一人もおらん。え、どういうこと？なぜですか？そんなことをすれば、彼らはもっと襲ってくるようになるんじゃ。その逆だ。私たちは狼どもに比べると弱い。直接戦って勝てるかどうかわからない。だから私たちは戦わないことで、ゾッコロの町を守ろうと考えたのだ。戦わず、だと。てか、青蛇はもういいんだ。鹿もどきになんなくて。私たちの町は、高い壁に囲まれ、外から中の様子を覗くことはできない。だから、門より中に入らせない限り、そして、私たちが外へ出ない限り、私たちがどれほど強いのか、彼らと比べてどうなのかわからない。ああ、なるほどね。そうか。こっちの手の内さえ見せなければ、相手からしたら、むしろそれは未知の恐怖だから、下手に襲いかかってこれないってわけか。そうだよね。中も見れないような高い壁の中にもし入ってって、罠だらけでも即死みたいな状態だったら。そうか。ああ、賢いな。狼どもは臆病だ。私たちがどのくらいの実力か、それを知らずに攻めてくるような真似はしないのだ。でも、だんだんとエスカレートしていってるんだったら、これからもっと挑発が激しくなるかもしれないわ。もうしばらく我慢をすれば、諦めて来なくなるはずだった。そこにお前たちが現れた。私たちは、長らくハリアから独立して暮らしてきた。食料の配給や、その他の物資も一切受け取っていない。狼どももそれは知ってる。ああ、なるほど。じゃあ、実際にハリアから救援が来ちゃったっていうその事実を、狼が旗から見たら、そこのゾッコロの奴らが自分たちに恐れをぬのいて外に救援を出したんだなって。そういうことか。そうなればそうだよね。狼側からすれば、ああ、結局あいつらその程度の奴らだったのか。そういうことか。そうか。そうだよね。私たち、アリアが救援に来たこと自体が。ゾッコロが追い詰められて救援を求めたと思われたんだ。そうだ。私たちの底が知れたと思わせてしまったのだ。君たちは、目先の正義感で助けたいと思った。それだけだろう。だが、その正義感が、残りのすべての住人を危険にさらすことにつながったのだ。
もうこれ以上語る必要はないでしょう。お帰りください。マジか。なるほどね。よくできてるわ。ブロル、今日の風は冷たいな。そうね。あからさまに落ち込んでる。君たちはいいよな。あったかい毛布に包まれてるようなもんなんだから。そうね。おーい、クリム。そうね。クリム。そっか、まあ確かにな。結構派手に挑発しちゃったからな。でもね、多分ね、関係なかったよ、もう。もう多分、あの場に4人が行っちゃった時点で、もう多分狼を随分見てたから、ああ、ハリア来たなって。もう多分それだけでね、多分変わんなかった、結果は。ダメだこりゃ。おい、青蛇、このふぬけたちをさっさと運ぼうぜ。ああ。さっさと鳥に変身しろよ。さっきからやっているのだが。あら、やはり変身できない。え、何、気分が落ち込むとダメとかそういうこと？こいつもダメか。タイガ、こいつら置いて先に帰ろうぜ。おっと。ん？なんだ？なになになに、急にどうしたん？あ、回想か。ちょっとね、音楽怖いんだ、これ。ああ、なるほどね。エトにボコされてる時か。いやいやいや、もう、ちょっと。ちょっとさ。ちょっとかわいそうになっちゃったよ、今。おい、タイガ！僕は！僕は、僕は、こんなことで終わらせたくないです。気持ちはわかる。だけどな、タイガ。私たちがこれ以上、この問題に首を突っ込むわけにはいかない。もう引くしか道はない。嫌です。タイガ、どうしたの？ここで引いたら、すべて、なくなってしまうようで。自分勝手なのはわかってます。でも、このままじゃ。私は知らん。とっくに任務の範疇を超えている。私も、これ以上は。諦めが肝心だぞ、タイガ。これ以上問題を大きくするとまずいだろ。僕一人でも残ります。隊長として命令する。直ちに帰還し、事の次第は花に報告して次の指示を仰ぐ。狼が襲ってくるのは今夜です。戻ってからでは遅すぎます。全て終わった後で何を考えるんですか。すべて僕の責任です。巻き込んでしまって申し訳ありませんでした。タイガ、やめて。もう無理よ。何もできっこない。勘違いしないでよ。ただ一人で狼の群れに立ち向かおうって言うんじゃない。いいアイデアがひらめいたんだ。おお、なんだ。アイデアって？僕たちはハリアの任務としてここへ来たけど、歓迎されるどころか余計なことをして、ついには争い事を起こしてしまった。そして僕らは名誉挽回の機会さえもらえず
邪魔者として追い出された。ただし、ハリアの一員としてはね。青蛇が言ったように、ハリアは必ずしも歓迎されるとは限らないらしい。それに、さっきの隊長さんの態度も、ハリアという存在そのものを憎んでいるようにも見えた。僕らがたまたま通りかかった旅人なら、こんなこじれなかったはずさ。ああ、はあはあはあ、まあ確かにな。でもだってもう4人はハリアだって、バレちゃってるもんな。それはどうかな。それに、僕もクリムと同意見だった。黙って見殺しにしていたら、かえって狼たちの挑発はひどくなると思う。今日僕らがハマったのも、そのための罠だった。壁の外へ、おびき出すための。それに、まだ終わりじゃない。今夜狼たちがゾッコロを襲うときに、僕たちも一緒に戦えばいい。ハリアとしてではなく、町の一住人として。そんなことできるかな。頼んでみようよ。それなら、ゾッコロのルールも破らないし、僕たちは罪を償える。そんなことが、もしできるなら、私もやるわ。確かに、このまま帰ったら、この先ろくな夢見られないだろうしな。よし、僕も乗るよ。その話。隊長、青蛇、もちろんこれは任務じゃない。嫌なら参加することはない。難しいよな。そうさせてほしいのは山々だが、私は隊長という立場上、監督任務を放棄するわけにはいかない。じゃあ一緒に戦ってくれるんだね。だが交渉が成立した場合だ。確かにな、ありゃ手強いぞ。言い出しっぺは僕だから、僕に任せてよ。頼もしいわね。私まで自信が出てきた。よし、もう一度そっころへ行くぞ。おー、いいね。なんかちゃんと、やっとなんかこのチームとして一つまとまったっていう感じがするな。ちょっとね、初任務にして最大のトラブルが急に襲ってきて、まさかの真実が発覚したけど、まあでもこの4人なら大丈夫でしょう。ということで、今回はここら辺でおしまいにしておきましょう。次回はどうなんだろうね。無事にゾッコロの住民として受け入れてもらえるのか、この町を守れるのか、気になるところですね。ということで、今回もご視聴の方ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメント欄にぜひ感想の方をお願いします。それでは皆様、良きアニマライフを。